どのくらい頑張るか。そうですね。我々このレンちゃんがね、どうなるかっていう。うん、ただまあ2着、3着、4着もね、かなりいや、これ微妙なんですよ。賞金が違いますからね。と言いますと、森屋さんもこれ、例えばラス抜けして漫画上がれば、これ、トータル2着になる可能性が、ね、ちょっともう微妙なんで、わからないんですけど、非常に微妙なんで、だからどういう上がりが出るか全然ちょっとね、わかんないですね。これちょっとちょっと計算が複雑すぎてもうちょっと今読めない。すごい点数だ。今この点数？今この点数です。ただ高木さんとしてはそれよりも多分もう連チャンかけるしかないですが、藤原さんですね。どこまで点数を把握してるか、あと森谷さんですね。おそらく何点上がるか難しくて分からないんじゃないかな。48か。21、23、34.5。これ変わりました。3は上がればいい。手がちょっとまあきついです。まだ森谷さん2着。これ森谷さんまだ2着ですよ。今現在。まだ2着ですか、森谷さん。まだ2着です。48でしょ。あ、そうかそうかそうか。ただビーサーですね。ちょっと待ってね。22.5。うん、ビサですよ、ま、ビサですけどね、うん、これ森谷さんまだ2着20ぐらい差ある。だから森谷さんとすればもう上がらせてね、うん、終わりさせちゃいたいですね、うん、もうこの状況じゃしょうがないです。しかし森谷さん現時点では、マイナス 14.6 で22ですね。だからマイナス10ってことですね。森谷さんトータル現段階でそう、14.6 でこれ8つくんですよ。だから22ですよね。マイナス22マイナス10ですよね。マイナス10ですよね、でも藤原さんが51でプラス、これ51じゃなくてこれ 43.9 来ちゃないんでしょ。これは 13.9。 ああそうか、 13.9 ですからね。ああそうかそうかそうか、ですからまだ藤原プロがないですね。じゃあ藤原さんまだきついんですね。そうですね、高木プロはこれ今 8.6 プラスなんで、これ順位点がね、4.0 入るんですよ。だから12点いくつなんで、今マイナス 25.5 なんですよね、だからまあ微妙にまだ森谷プロの方が上なんです。上ですね。じゃあ高木さんの上がり方によっては高木さんが、そうですね、高木さんがちょっと連チャンさえすれば2着まで。藤原さんが2着になるには、まあ、かなり何点いるかっていうことですよね。13、21、4、50、ちょっときついですね。56、57、これ藤原プロが2着になるにはかなり高い手がいります。あ、今出ました。今の順位で馬を付けるとこういう形になってるそうです。これがね、要するに森谷さんと高木さんの点差が2400ですね。森谷さんこれ上がれば2着ですね、うん、藤原さんこれ3着など難しいですね。そうですね、うん、結構大変ですね、うん、さあその上の高木さん手がねちょっと進まないですね。藤原さんこれはいきますね、多分もう高めついてしまうですね。ピン振りしちゃったんですね、うん、さあこれはもうこれでね、まあ、軽くピン振りになってくれるといいんですけどね、うん、お、これはいくでしょう、うん、誰が仕掛けました。高木プロですね。あ、さあ後付けですねもうとにかく上がろうというね、まあ、それぐらいがね、まあ塩原プロのところの流派がね、いつ出てくるかっていう感じですか、うんうん、山下さんは完璧にもうもうね、しっかり降りておけば終わっちゃいますから、高木プロ一応天敗ですけどね、うんうん、形式天敗ですけど、まあ初出たら、出たらね、スーピンがチーピン切るとね、負けますから、うん、あ、その初が山下さんに流れました。あ、これで初で上がれる形に取れますね。そうですね、うん、あ、ダメですね、3層自分で切ってるんですよ。あ、切ってますね。あら、あれ、これ勘違いしちゃったぞ。これ勘違いでしょうね、ただ妻上がりを考えてるんですよね、初の。でもやっぱりしないですよ、
やっぱりポンしてね、いつぞに構えるように打ちますよ、うん、それとも何か警戒しました？でもやっぱり3層ですね、振り点か、うん、ね、だいぶね、形がね、あ、ポンですね、裏ポンしかないですね、これは中連のイーシャンテンですか、ケゲ急須は急須残ってます、1枚1枚ですね、急須残ってますね、すごいね、これどうなるんだろう、ブーストが急須が入れば中連ですね、トンタンキートン来てるのかな、トン1枚来てますね、ブーストが急須が入れば中連、急須生きてますよね、生きてます、生きてます、生きてますよ、いや、これはぜひ藤原さん、中連をテンパっていただきたい9層入ると6球層ウソですか、9層6球層ウソですね、ウソが入るとウソ1球通貫ですか、1球通貫にはならないね、1球通貫とかそういう問題じゃないですか、ウソか9層が入れば9層入ると1球通貫にはならないけどな、最後に見せ場が9層来ないかな、さあ、最後に見せ場、ウソが9層、あ、入った、中連、おウソで中連、これね、上がれば2着ですね、から出るからね、ウソ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 、どこだ、ウソウソウソ、かなり生きてんじゃない、これ、おい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 、ウソ、ウソ、おい、3枚生きてるね、これ、ウソ3枚生きてますよ、これ3枚生きてる、ええ、使ってるんだって山下くんだけじゃん、お、これは、これあるよ、これあるある、中連あるよ、これ赤ウソだったりしてね、赤ウソ何言ってるんですか、ねえ、嘘ないよね、場に切れてなくて使ってんの、これは、ね、あるある、嘘ある、あっと、中連、うわー、参った、これで、これ2着です、あっと、中連、うわー、参った、参ったね、これあ、いいんじゃないですか、最後、見せ場で ね、 ね、お正月から中連ポーズ、あー、もう、いやー、なんだこれ、これでね、あの、奇跡の2着です、奇跡の2着、奇跡の2着ですで、さらに自分が考えた相手の動きがそのまんま実現されればなおいいでしょうね、自分の思い通りにいくかいかないかがやっぱり目になってくると思うんですよね、まあ、あとそのこちらでね、はい、上から見ている感触がいい悪いの判断と本人が感じているものとはまた違うとは思うんですが、もうこれはね、全く別物だと思います、そうですか、ええ、あの前回の第13戦で山井博史が、ええ、そのイデプロが追っかけリーチをした時か、はい、入り目が思ったところではなくてこれは感触の悪いリーチですねっつって、その後イデプロがいい形で追っかけリーチを打って、これは病はかなり苦しいですよみたいな話をしたら、すんなり病は上がったんですよ、そうですね、ね、僕はでもあれは多分僕の部が悪いなと思ってますね、本当、間違い、僕もね、入り目がちょっと自分の中では悪いと思ってたんですよ、そうですか、えーだからそのあたりからしてもちょっとこうずれてるわけじゃないですか、そうですね、感触っていう曖昧な部分で言えばだよ、そうですね、まあ人間なんてほら都合いい生き物ですから、ねね、だからあんまりその辺を重要視すると危険じゃないですか、うん、本当にそこだけでやっちゃうと危険です、うん、ね、ええ、もうそれはある種自分を支える何かでいいと思うんですよ、そうですね、そうですね、実際病はあれを上がってから、ええ、よっしゃこれはいけるぜと、もう上がって当然って顔してましたよ僕が E ピン打った時は上がって当然って顔してましたよ、はいはい、こういう流れだからみたいな、うん、山にもいそうな街だったしね、あれはね、そうなんですよ、だ本人も E スピンだったらドラ切ってもリーチ行く価値あるなって、打点じゃなくてこう上がりやすさで、うん、っていうのもあったでしょうしね、あったんだやっぱり、僕はあそこが本当勝負どころでしたね、うん、ローマンかな、もうとにかく一刻も早くここはリーチ打ちたいところですからね、そうなんです、村上が足につきた、数半個もある、これ次の指は泣くでしょうね、さすがに泣くでしょう ね、 ね、うん、まだ親もありますからね、うーん、ただ E ピンから引いた場合はもう
ポンテン鎮逸とか取らないんじゃないですか。取らないでしょうね、そうですか、うん、もうしかも鎮逸もやめる可能性はありません。あ、確かにスワンコの方がねできたらもうより重ねやすい牌を探しに行く可能性があるんで、ちょっとそんな展開も見てみたい。村上持ってきたのは龍派、これ残すかも、残さないか、一枚切れ、一枚切れ、武田さん天敗なんですね。そうなんですよ、役なしでね。まあでもリーチかけるところではないではないじゃないですか。おお、あと重ねた、リャンピンか、もうこれで鎮痛ないですからね。目先打ちました。これ出そうですよね、久さんのシャーガーも。そうね、イシャンテンか、そうですね。あ、藤崎さんもイシャンテン、うん、ちょっとチートイツからわあ。テンプ流しだけど、まあまあしょうがないでしょ。そうですよね、うん、ここに至ってはじゃあ面本でまあこの展望条件で満足するのかって言ったらね、うん、来た、うおー、マジかい、ごめんなさい声でかくなっちゃった。これはしかしシャア生きてる、ダマバイですね。ウーピンも生きてる、一枚ずつ生きてる、リーチでしょ、これリーチで久さん助かりましたね、うん、もうシャアは打たないでしょうか。まあ打たないですからね、まあ村上にしても打たれても困りますもんね、うん、そうなんだ、あ、うん、そうですね、うん、あれこっちもスワンコイシャンって、スワンコイシャって3万打てる、ただペイ2枚切れ、あー2枚切れか、じゃあチートイツの方にした方がいいか、あるいは3アンコの方にした方がいいか、ただもう高いの分かってると思うんですよ。うん、でやっぱり高いって役本一ピンズになるんで、うん、ドラ絡みのピンズになるんで、ここは3ピンも3ピンは現物ですけど、パーピンが嫌なところなんで、ペーですね、ペペで、うん、単位とかの復活した方がいいか。さあどうだ、さあ、うん、まずは数万だ、2枚生きてるのがすごいですよ、数万ポンしなかったね、しなかったですね。これで一枚勝負の、まあ嘘はほとんど大丈夫ですから。来た、積もった、8000、1万6000、来ました、8000、1万6000、これは久々の役満ですね。役満を見せてくれました村上純、失礼します。さすがディフェンディングチャンピオン、このまま終わるわけにはいきません。これ村上さんも、村上は10万点ぐらいのトップで井出さんに届くんで、浮上してくるのか村上純、ただ今の役満分がちょうどプラスなんですよ。そうですよね、ちょうど今0点から0点からなんですよね。これでトンバ終了、すごい手ですね、名本のスワンコですからね。オーラスを迎えます。私が予想した期待した役満は出なかったですけれどもね。さあここで何の4局何が起きるのか、金子が意地の連チャンするのか、現在ラスです。しかし安藤との差がほとんどありませんので、ここでちょっと頑張ってほしいですね、はい、ドラがローアン、メンタンピン系にはちょうどいいドラなんですが斉藤手が軽いな、第一つもローソー、小島としても安藤に満貫積まれると2着3着逆転しますからね。ここはもうあまり無理はできないかな。さあ金子白が反抗、3走の方からちょっとこれは9ピンパーピン払うのは早すぎる、そう読んだんでしょうかね。飯田プロムの場合こういう浮き牌の3走1枚とパーピン、まあ自分は結構トーン打っちゃうかな、トーン、なるほどね、難しいですね、トーン、ションパイなんですけれどもね。しかし是が非でも上がりたい、そうなんだよね、ですからやはりソーズでもピンズでも横にくっついてそれで上がりを逃すことってなりますからね。意外とあの3走ってのちょっと話しづらいですよね。伊藤がこのまま逃げ切れるような3巡目だとかなりいい手格好ですからね。手合いが伸びやすいですからね。おお、
ひょっとしてこれは予想通り数ワンクを見られるか。これ数ワンク、数ワンクは全て、あ、ここで数ワン、糸に数ワンが入った。ローソーパーソン生きてますからね、ちょっと金子は感触を感じてるのかな。何度も何としてもここはラスだけは返したい。 おパーソーワンコですね。これで数ワンコインシャンテン、やはり見せ場作りますというか、こういう流れの予想が、ああ予想がここでどう、これも切るしかないですもんね。さあ金子の数ワンコ、ウーワン2枚、数ワン1枚。いや、ウーワンは表示合いですから。あ、1枚ですか、数ワン、ウーワン、ローソー1枚ずつですか。ローソーは一、あ、そうですね、ローソー1枚ですね、さあどうだ、あ、手テンパりましたね。わあ、これだけで嬉しいですね、私は、何かが起きるという、いや、これでスワンコ出たら完璧じゃないですか、完璧予想ですね。お、うん、1枚ずつ、でもこの引きだったら多分自分は絶対引けると思ってますよ、ウーワン1枚、ローソー1枚、さあ、ここまで荒れる、荒れるかな、願いたいですね。やはりオーラス役満の天杯が入りました。力を込める、うん、違った、今上にいました、一瞬、このリーチは強烈ですね。これは全員が折りでしょう。雰囲気的にやはり高い手のような気がしますもんね。さあどうだ、さあどうだ、どうだ、どうだ、どうだ。金子はあのすごいちょっと癖がしてありまして、静かにリーチをかけると高いんですよね。あ、あそうだですね、確かにそういうことありますね。降りろ降りろって時はね、間違い悪いし、まだ誰にも流れない。さあ何か、G1 ですね、力入りますね、ちょっとこれはもう6チッパー失敗して、伊藤優子もこれはもう親リーがかかって折りに向かいますね。これは、あ、小島も用いたやつのインシャンテンには受けないですね。まだいますよ、まだ2枚います、まだ2枚、まだ2枚います。さあどうだ、力入るぞ。おお、白数はパーソーは暗冠、パーソーは暗冠までできるんですね。そうですね、で誰も来る人間いないから、積もるだけですからね。そうですね、どうだ、おお、ま、ちょっと、ま、漫画見る漫画見えてくる、先に見えると、ドキッとしますね。 E1、G1 の筋ですか、これは数1は、ちょっと甘い大牌のように見えるんですけれどもね、切る牌がなかったのかな。ああ、金子力入る、ちょっとどうかな、いや誰にも流れないということは確実に生きてるっていうことですからね。ああ、ローソーですね、急走ですね、ローソーだったら、あと1枚ですからね。なんか積もりそうな感じするんだけどな、どうだ、どうかな。さあどうだ、ああ、棒が1本、やはり金子はこういう本当、見せ場を作るから面白いですよね。これはやはり持って生まれた天性みたいなところがありますね。あ、通りました、よし、よしと私が超えてよろしいんでしょうか。16,000ゴール出ましたね。すげえ裏ドラ乗ってる、裏ドラ、またあんこって、裏ドラ関係ないいやなんだそうですね、さあさあ、これはもうこれで完璧に決まりましたね。
決めましたね。いや一番熱いのはこれは安藤も熱いですけど伊藤もそうでしょうね。もうこれは完璧にトップを確信したようなハンチャンだったのが1万6000オールですからね、ここまで荒れた荒れましたね。さあ連チャンです。ドラは嘘全員が漫画上がってるんですかね。すごい。いやこれ本当にね、だってトイン局漫画でスタートした飯田さんが今ラスですよね。はい、あの単品3色当たった、あの数ピン、はい、いや本当にもう一打一打一局一局がね、はい、本当に大事な一戦とは分かってましたけど皆さんすごい気合が入っていて、まあ予選8回終わってもねまだこれだけの平たい場面ですから、うん、なかなか頭一つリードというわけにはいきません。今先生の白の積もり方がねすごい気合入ってましたよ ね当然このね第9戦勝負どころそういう意識があるでしょう。いいです、なんか面白そうなね今手になってますね、しかし4人が4人と漫画上がってるっていうのもすごいですね。珍しいですよ、ね、誰かが一人極端に悪いってことではないんですよね。ということですね。で別にですごい好調というわけでもないんですけど、みんなそのできる範囲でもうあこれどうするかな。自敗国士国民の国士本路本路チートリとか、そうですか、大物手が ね考えてますね。さあこれまた沢崎さんダブナン統一ですね。まあ出てこないでしょうね。さあ持ってきたのもアーチーピン、もうつもぎっていきます。みんな重いちょっと手になっちゃってますね。そうですね、アラさんだけが唯一 ね、ピンクの形で、あのピン付けに三層は残します。ちょっと想像の本位置っぽく、お国士ですねこれは。はい、トンナン白髪ヤンシャンってですね、あれ、あこれでドラのウソを中心にね一面相想定するんで、はい、わらさんすごいな、ロッソお一緒ですね。ねえ、はい、待ってください、トンかハク、はい、トンかハク、待ってください、トンがハクあと2枚、あらさんに問いつで先生に1枚かな。ハクいますよね、ハク、あ、さからさん、いいシャンテン、ハクが場に1枚切れてて、先生の手に1枚と、これで2枚切られました、うん、トンが1枚しかないですよね。そうですね、はい、統一で持たれています。どうだロソー、沢崎さんもこのね、ローソーがないんで、想像に、嘘にくっつかないですよ ね実際ローソーも4枚ね、だからもう嘘を重ねるというね、感覚でないで厳しいですよね。どうするんだろう、ウーピン来ちゃってるんですけどね、もう国士も警戒してんのかな。乱走、まだトーン離しませんね。そうですね、切らないのかな。あ、これハクですね。
きません。あっとこれで、ね、これで白はないなくなりましたね、まあ手の内に1枚ありますけども、トン引いたら危ないですよ。あ、いいピンか。今つむぎいったんで、これでね3三白切ってしまえば国主の可能性はもう、トンが出てきます。これ白合わせてしまえば、今つむぎいったんで、合わせ、あ、合わせない。あれ急走は、急走は誰だ。初は初も何もしょんぱい、もう自敗切りたくないでしょうかね。はい、いや切りましたね、はい。お、飛んだ。ああだ、澤崎さんが吐かわせとけばね。ねえ。でもあれでも安全牌のつもりで持ってるわけではないんですね。でもまあそのどうなんだろう、合わせときは何の問題もなかったんですけどね。いやもう打たないんじゃないですか。打たないでしょうね。はい、あ、打た、あのペー打つんだよね、でも、ね。危ない。あ、でもね、白が3枚自分から見えてますからね。ね、白は、白は4枚目なんですね。そうだ、だからペイは打てるんだよね。なるほどね、そういうことですね。だから打たないんだろうね。打たないですね。打たないんだね。まあ、合わしときゃでも何の問題もなかったんだけどね。まあ、白で当たれば間違いなく国士ですからね。国士しかないんで。はい、なんで白合わせなかったんだろうな。あの澤崎からすると、うん、もう国士テンパってんのかなっていうようなそんな感じではないわけです。いや、どの道白でもしローンされた場合には国士なんで、当たるとしたら白しかないんで、はい、それかなり危険な賭けですからね。まあ、打たないでしょうけど。打たないですね。もう打たないでしょうね。打たないですね。うん、それは分かるんですけど、真ん中に来ました。ね、合わせておけばいいのになとは思うんですけどね。もうまあ後々打てなくなっちゃうわけですもんね。でもまあよく引きましたね、4枚目の。本当ですよ。よくテンパイまでこぎつけました。あ、うっ、うっそ、いやこれはちょっと見ている我々も油断してしまいましたが、あらまさかの白の打ち込み。今のイーワン手出し切り見て降りたとか思っちゃったのかな。ドラチャそう、まずまずと言っていいんでしょうか、親のリーダーの手。シダがおとなしいですね。ハンドもシャンペンは早そうなんですけれども、役がちょっと探しづらい形ですね。土田がこれは一応一通ですかね。地合い切れないですからね、厳しいですね。もうこれはチートイツですかね。おお、チートイスワンコの、安藤もやはりこれは、重なって手が伸びそうですね。おお、トイツバですね。これは伊藤、安藤がトイツバで、あとの2人が春ツバみたいな形になって、これでいいシャンテンですか。ね、あ、この横に
ことを話しました。やはり親から早い順番にダブトを話されると手が早いっていうふうに感じるもんでしょうか。そうですね、ドラガチャッソーだけにうっそうっぱそうああいう形で固められてると、そこの瞬間を持ってる人すごい苦しそうになりますね。ちょっとずつこっちもチートい模様になってきそうですね。トイツチックになってきましたね、全体的に。これスワンクリしちゃって、ね、ここはもうスワンク決めましたね。おピンズがよく伸びました。ピンズがよく伸びますね。天にローピン切ってるんですよね。3番ローマン一層全部やめました。ここスワンコテンバ、これリーチですね。ローワン、ローワンイーソーだ。全部山ですか。はい、いやー、いやー全部山ですね、4枚。このまますんなりいくか、誰かが動いて積もるか。動きそうなとこありますかね。ないですね。これやはりあの数アンコ系の手になった時、まあ、基本的にはリーチでしょうね。これは人の手も牽制して、そうですね、積もるっていう、積むにかけるっていう形ですね、はい、いやこれ4枚本当山ですね。先ほどのトンの一曲に跳ね曲がったら決まるったら、ここでスワンコ詰まったらまたバンサイドになる。1枚以上、まあ、なくなりましたね。まだでも3枚。やっぱリーチのおかげで局面が伸びますからね、こういう山に深い範なら可能性かなり高いですね。あと2枚ですね。なんか息を呑むっていうか静かに見ててどうなるかっていう感じで見てたいところですね。積もっ、わあ積もりました、はい、おまた出ました、スーワンコ。笑って笑ってますね。いやまたいい名は親で、裏側乗んないとね、勢いの差があるかなってありますか。やはりこれも一応裏ドラミ開けますね。いやー何と言ったらいいのかわからないんですけれどもこんなに100万というすぐにできるものなんでしょうか。いやーでしちゃったじゃあ事故るといいな。ニーツプロもスーワンコ、親でスーワンコ、小島